なんていうかあのプロフェッショナルなアカデミックリサーチャーですね専門的なあの学者先生ですがあの唯一私だけが、えー、職業はあの学者ではあ、ね、ございませんであの一応国家公務員という、えー、ことになって、えー、ございますで経済産業省というところにの一応所属している私の記憶が正しければですよあの所属してる <laughs> 所属 <laughs> あのしてる、えー、ところなんですけれども まあその関係であのまた例によってお断りをしなきゃいけないんですけどこれから私が申し上げる見解はあの個人の見解でございまして組織の見解とは何の関係もございません組織の見解は真珠主義でございます <laughs> で個人の見解の方が出来がいいという、まあ、こういう <laughs> 話でございます。 まあ、あの私だけプロフェッショナルなあのアカデミックリサーチャーではありませんのでまた最後ってこともありますのでそんな難しい話はあのせずにです、ね、あの気楽に聞いていただければと思いますただその通訳の関係がありまして先ほどちょっと通訳の方に言われたんですけどもえゆっくりしゃべってくれとやっぱり同時通訳っていうのは大変ですから。 あのこっちはそのいつものとおりしゃべってるときっと難しいんでしょうということなので、まあ、ゆっくりしゃべるってことと、まあ,あとやっぱりあんまり頻繁にジョークとかダジャレとかをやると多分フランス語に訳すのが大変だったりとか <laughs> するですので、まあ、ゆっくりしゃべってジョークなしとスロートークのジョークという残念ながら今日はですねそういう私はハンディキャップを持ってしゃべらなきゃいけないということでございます。 ビヨンドグローバル・キャピタリズムというあのご,ご,ご体操のつまりたあれですけど <laughs> あの大きな壮大なですテーマをいただいて何かしゃべれということなんですけど、まあ、とっさにグローバルビヨンド・グローバル・キャピタリズムってことはグローバル・キャピタリズムを超えるというと、まあ、普通は。 なんですかもっとでかいってことになってしまいますね例えばギャラクシー・キャピタリズムとかですね <laughs> 普通はそうなるんですけどもえ残念ながら私の結論はグローバル・ビヨンドと言ってるんですけど、まあ、超えると言っても実はナショナルなキャピタリズムの方をまあ重視しましょうという、まあ、こういう話になっていくはずでございます。 でまずそのグローバリゼーショングローバル・キャピタリズムということなんですけれども大体まあこれまでのお話にもありましたが、まあ、まあグローバリゼーションというと、えー、20世紀のまあ終わりから21世紀今日までの、まあえー、進んできたものとまあ考えられております。先ほどはだ柴山先生がご報告されたようにまあ1回あだけで新しい現象ではなくてかつてにも あったということでございますけれども、まあ、とりあえず20世紀の終わり頃から今日までのグローバリゼーションということで考えるとこのグローバリゼーションを正当化する考え方正当化するイデオロギーっていうのが、えー、あるわけですねこれはその、まあ、市場原理主義とマーケットファンダメンタリズムとか呼ばれたりあるいは、うん、なんでしょうね、えー、ワシントンコンセンサスと呼ばれる時もありますし 新古典派経済学ネオ・クラシカル・イコノミクスと呼ばれることもありますがまあ一般には新自由主義ネオ・リベラリズムと呼ばれますのでまあ今日はそのネオ・リベラリズムということでまあ統一していこうかと思います。